はい、こんにちは、二谷誠です。はい、こんにちは、長浜大です。今日もですね、20代のキャリアアップや起業に向けてのキャリカレチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速お題お願いします。はい、若い時こそ一流に触れろと聞いたことありますが、お二人のおすすめの一流体験を教えてほしいです。一流体験、まあありますよね。よく成功したいなら高級レストラン行けとか、高級なホテル泊まれとか、どうなんですかね。僕あんまりそれ関係ない気もするんですけどね。そうね、はいはいはい、でもよく聞くよね。よく聞きますね。でもよく聞く。なんか背伸びしてでもタワマン住めとか、なんかそういうのあるじゃないですか。背伸びしてでもいい時計つけろとか、はい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 、背伸びしてでも、なんかいい服着ろとか、あるよな。ありますね、それでもあれなんじゃないの、ネットワークビジネスなんじゃないの。どうなんですかね。こういうこと言っちゃうの、これちょっと P 入れた方がいいかな、すみません、 P 入れた方がいいかな、ごめんなさい、いいじゃないですか、でも、それは聞いたことあるけど、はい、じゃあ、やってた。僕は全くやってなかったですね。俺もやってなかったな。でも、まあ、何やってたかっていうと、そう、なんか無理は、背伸びはしてなかったよね、そもそも。確かに。本当に金なかったじゃん。なかったですね。本当に金なかったですね。本当に金がなかったんで、なかったですね。起業前でなんか、特にね。はいはいはい、だから、一流に触れようもないし、触れようがないっすね。しかもめちゃくちゃ忙しいから時間もないし、そんなことやってる場合ないし、自分のことやんなきゃいけないし、そんな金もない、暇もない、触れられない、触れられなかったですね。でも、俺唯一やってたのあるわ。何ですか。唯一やってたのは、日曜日とかね、本当に用ないんだけど、わざわざ六本木とか西麻布とか行って、あの豪邸のがいい、でっかい家がいっぱいあるエリアを散歩するっていう。ああ、見て回るみたいな。そう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 。で、それで何を思ってたか、何をね、考えてたかっていうと、まず一つは、あ、まあいいなーっていうかさ、羨ましいなーっていうのと、あと、ほら、そういうお家がね、すごいごついお家が、1軒とか2軒だったら、まあいいけど、そこのエリアみんなそうなわけじゃない。ああ、なるほどなるほど。でも港区なんてもうこっちで、麻布でそうだし、ね、こんなところがわちゃわちゃあって、あ、こんなにいっぱいお金持ちって、いるんだなっていう。そう、いるんだと、はい、で、だったらこの中の一つぐらい、そうですね、頑張ればいけるんじゃないか、頑張ればいずれ、自分のものになるんじゃないっていうふうに、なんか思ってた。確かに、なんかセルフイメージは上がりますよね。本当にこう成功するのがごくごく少数の、はい、超特別なことじゃなくて、はい、あ、意外といっぱいいるんだなっていう、そういう、それが一流に触れ、ここで言うと、もう一流に触れるとっていうこと、とは全然違うと思うんだけど、はい、まあイメージはしてたよね。確かに、セルフイメージ上げるのは大切ですよね。なんかダイさんも前言ってたじゃないですか、その受験勉強とかも、行きたい大学があるんだったら、一回その校舎まで行ってみろみたいな、それもでも一流というか、要はセルフイメージの問題ですよね。そうだ、そうだね、はい、やっぱり行くと、ここ来たいなとか、入りたいなってやっぱなるから、はいはい、でそうじゃないとなんか分かんないもんね。だから、まあ行けるんだったら、まあ何でもいいんだけどね、そのお店でもいいしさ、こう別にお金使わなくたって、だって不動産の内見だけだったら、ただで週末行けたりとか、まあ車の高級車の試乗とか、試乗はそれも立ち悪いけどね、はいはい、まあ未来のお客さんって感じだよね、はいはい、超未来の、はいはい、僕らはやんなかったですけど、確かにでもそういうのやると、まあ、あ、なんかやっぱり体感というか試着みたいな感じじゃないですか、あ、こんなところに頑張ってっていうモチベーションを上げたりするにはいいかもしれないですよね。まあ、そうね、そうね、こんな景色あるんだみたいな。そうね、はい、あとあれやってたわ、はい、当時そのスマホとかもなかったから、はい、あの旅行会社行って、行きたいところのパンフレットもらってきてさ、切り抜いて、なるほど、貼ったりとか、はいはいはい、夢ブック的な、そう、壁に貼ったりとか、はいはいはい、トイレの壁やって、もうね、いつかここにね、ハワイ、はいはい、にしょっちゅう行けるようになるぞみたいな、でそんなのやつはやっぱりね、なるほど、一流に触れるっていう趣旨とはちょっと違うかもしれないけど、はい、やっぱりこう苦しい時期って絶対あるし、はいはい、ね、やっぱり頑張る、地道なことを頑張んなきゃいけない時期ってあるから、やっぱりこう目線をね、上げる意味でも、なんかそういう風に自分でモチベーションを上げる何かをね、はい、自分でこう
っかけを作るっていうのはすごく大切だと思うけど、でもあれだよね、うん、その無理して、うん、お金借りたりとかないお金無理くり、そうですね、そんなんして、うん、いいとこ泊まったり、うん、必要以上にいい時計買ったり、うん、そんなのは必要ないかなと思うね。確かに確かに。いずれだって買えるようになるじゃないですか、はい、って頑張ってやっていけば、はいはい、うん、で結局そのね、うん、無理しちゃってさ、はい、ね、それがこうローンでさ、うん、でそれで追いかけられて、まあそうですよね、あの起業しようにも支払いあるから、うん、なんかこうとりあえずバイトしなきゃいけないとか、はいはい、もうその人になっちゃったら本末転倒じゃない。うん、確かに。そこは本当無理する必要ないかなと思うんで、うん、まあ、タイミングと本当バランスですよね。うんうんうん、でもなんか会社経営するようになって、うん、まあ、やっぱりこう住む家とかも最初ちょっとここは背伸びかなと思っても、うん、まあ、思い切っていいやと思って住んじゃうと1、うん、年すると超余裕になったりとか、うん、なんかそういうの繰り返しはありますよね。まあね、そうだね。うんうん、でもね、家も、はい、家もだよ。うん、まあお互い今いいとこ住んでるけど、はいはい、だけど家もさ、はい、やっぱり無理はしない方がいいかなって俺思っていて、なるほど、だってさ、うん、こう時計とかだったら、うん、まあ、無理しても1回じゃん、無理は、はい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 、だけど家とかって毎月じゃん、あ、まあ、固定もそうですよね、うん、でそのね、いいとこ住んだら住んだで、はい、やっぱりこう生活レベル上がるんで、うん、食うものとか、うん、そういうのもどうしたってなんか上がっちゃうじゃん、まあまあまあ確かに、いいとこ住んで、うん、毎日カップラーメンとかそんなことないから、ないですね、うん、だからやっぱりこう住むところは俺は無理しない方がいいかなっていう、うん、なるほど、うん、そこは本当に余裕出てからの方が一番良くて、はいはい、まあ、せめて見栄張りたいんだったら、うん、まあ、服なり、はいはい、靴だったりカバン、あの、うん、カバンだったり時計だったりぐらいなんじゃないかなと思うけど、ね、なるほど、それすら俺は必要ないと思うけど、うんうん、確かに、うん、あともう一個一流っていう意味では僕やってたのが、うんうん、その一流の経営者の本を読むようにしましたね。一流と触れるっていうのは一流の人がどんな考え方をしてるのかと触れ合いたかったんで、うん、なんでまあ成功本っていうよりは例えばもうその人のストーリーってあるじゃないですか、うん、こう、うん、あの松下幸之助とか、はいはい、ね、なんかこうあのサイバーエージェントの藤田さんとか、うん、なんかこう成功してった人のなんか自伝的なのってあるじゃないですか、うんうん、あるある、こうなってこうなってこうなってみたいな、当時僕結構そういうの読んでましたね、うん、あ、面白いもんね、面白いです、面白いです、うん、臨場感があって、あ、こんな風に思って、あ、こんな経験したんだとか、うんうん、全然違うんですけどなんか分かるみたいな、うん、一郎の本読んでも分かるみたいな、うん、なんか何か目標を持って一生懸命やってる時ってなんかこう、うん、すごいそういうのに共感してましたね、はい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 、うん、それがいいかもね、はいはい、一郎に触れるっていう意味ではね、うん、だって本ってすごくなんか短時間でその人の人生に触れられるじゃないですか、うん、そうだね、会おうと思っても会えないですけど、うん、本だったらあれできるんで、そういう意味で一番僕が一流に触れるっていうのは、うん、なんか本はおすすめなんじゃないかなってちょっと思いますね、うんうんうん、はあ、しかもそれブックオフで買ってたんですよ、そうです、ブックオフで買ってましたそういう時期もあったよね、そうですね、だからね、そうですね、うん、はい、だからその辺がおすすめかな、無理はしすぎない、はい、ね、うんうん、だけどモチベーションあの上げたりとか、はい、そういうイメージは大切で、うん、で本当に一流に触れたいんだったら、うん、まず本読みましょうっていう、そうですね、うん、はい、はい、その辺がおすすめです、おすすめです、はい、じゃあ以上です、はい、はい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるためにいろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。